東かがわ市水市で、農業しております香川県農業士会の近藤です。作付け面積はお米が、5ヘクタールと、アスパラガスが65アール作付けしておりますが、それがメインとなっておるんですけども、少量多品目の野菜を年間で70アール、種類でいうと大体100種類ぐらいは作っています。もともと僕が経緯はいろいろあるんですけども、その中でも一応僕がもう前職としてやってたのが、料理の仕事をしてました。その中でお客さんがもっと美味しいものが作れるんじゃないかっていうことに対しての部分で、僕が選んだのが一次産業の、野菜作り運を目指しました。はい、実は今後は野菜もするんですけども、果樹の方にちょっと方向転換を少ししていこうと思っております。一応香川県で、まあ、指定されているそのキウイを、これから少しですけども作っていこうと思います。もちろんアスパラガスも今後ずっとしていくんですけども、野菜というよりもちょっとフルーツの方にちょっと来年ぐらいから、挑戦していこうと思っております。今後農業をする方に、いろいろ言いたいことはあるんですけども、やっぱりその地域の方と密接になっていく中で、コミュニケーションは大事にしてもらって、やっぱそのお年寄りが言ってることもいろいろ思うことはあるかもしれないんですけども、やっぱりプラスに考えて、それを今風に、こう今言うそのイノベーションじゃないですけど、ちょっと変えていきながら、今後先の農業をパワーアップしてもらいたいっていうふうに思っております。